こんばんは、しげぞうです。こんばんはですね。もう、こんばんはと言っても、今かなり遅い時間帯で撮ってますけどね。もうすぐ明日になりますね。12時、が7分くらい前ですか。12時が7分くらい前ですね。ちょっと、いつも、動画で映ってる時はしてる腕時計なんですけどね、ベルトがさっき切れてちぎれてしまって片方しかないんですけど、今は11時54分ぐらいですか。まあちょっとですね、今日はなんでこんな遅くまで、起きてるかというと、昨日ですか、都市伝説、都市伝説のね、話、薩摩のラファエルさんのチャンネルを見たときに、なんか巨島っていう村が、地図にも載ってない、鹿児島で、南薩の方で廃村になった村があるという、なんか話をしてまして、で、まあ、実際その廃村に、本当に、まあ、廃村になったのか、ずっとまあ、調べてて、もしその、過去に本当にそういう村があって、あれ、巨島っていうのは、実際巨島村のこっちが、消えてるような感じでしたね、やっぱりね。巨島村という村じゃないかなと思うんだけど、まあ、実際にその調べて、その、過去にそういう村が、まあ、何十年か前にですね、その、南薩の方にあったという形跡があるんだったら、ちょっと行ってみようかと思ったんですよ。で、まあ、ずっと調べてたんですけれども、出てこないですね。まあ、その、もう、どんどん新しい情報が、Google の方に追加されてて、そういった、消された、廃村になったところはもう乗っていかないのかですね。ちょっとよくわかりませんけど、ずっと調べてましたね。まあ、行ってみようって思ってですね、本当にあるんだったら、まあ、行って動画撮ってこようかな。形跡をですね、その、村自体廃村になってもやっぱりそのこの辺もそうですけれども、まあ山奥でもう廃村というか廃集落になった集落があります。この辺も実際では廃屋の跡とかですね、村の形跡、まあそういったものはやっぱり残ってますね。もう何十年30年以上経っててもですね、やっぱりそういう形跡があるんだったらちょっと見に行ってみようかなと思って調べてたんですけど、出てこなくてですね、まあその、まあ、都市伝説で、まあググった時にまあ出てきましたけど、こういろんな巨島の話がですね、だけどまあ実際ですね、その都市伝説じゃなくて、まあ、都市伝説というのはいろんな作られた、まあ、話もあると思います。実際にあった話をちょっとこう、盛り立てて、まあ、SNS なんかでね書いて、まあ、発信してる方もいらっしゃるかと思います。だけど、まあ、この、村ですね、この田舎の村には村の伝説、都市伝説じゃなくて村だから村伝説かな、今田舎伝説というのも、まあ、やっぱり残ってます。実際その村伝説、こういう田舎のですね伝説で、昔のじいさんばあさんが語り継いできた話というのは、まんざらその都市伝説、今の現在の都市伝説みたいな感じじゃなくて、やっぱり昔本当にあったこと、起こったこと、そういったことをこう語り継いで、来てますね。まあそこに行ったら危ないとか、あそこに行ったら、まあ、カッパに足を引っ張られる、まあ、それはもちろんカッパじゃないんだろうけれども、その危ないから、子供たちだけで行ったらダメだよというのを、まあ、怖がらせるためにですね、いろんな、まあ、伝説ですか、村のじいさんばあさんなんかがね、そういう話を子供たちに聞かして、危ないところを行ったらダメという受け継がして言ってる話が、まあ、あります。まあ、実際この村にもですね、あれは猫仏ですね。猫神様じゃなくて猫仏と呼ばれているところがあります。これはまあ実際そこはですね、
まあ、湧き水がして、まあ、井戸が古い井戸がもう本当昔から村の人たちが水汲みに使ってた井戸がもう今では蓋をされてですね封鎖されてるんですけれども、古い井戸はあります。そこが、まあその猫仏と呼ばれていて、まあ、それなんでかというと自分たちがもう子供の時はですね、まあ、実際もうそういった話は聞いたことがありませんでした。ですから またいつもの村の長老にですね、その猫仏ってなんで猫仏ってあそこは言うんですかというのを、まあ、聞きに行ったところがですね、まあ、この辺は、まあ、田舎でみんな猫を昔は飼ってたそうです。各家庭で猫を飼ってて、そしてやっぱりその高齢化になってですね、そこの飼ってた家の人たちが亡くなっていくわけですよ。もうどん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 もうそのね、じいさんばあさんになって死んでいって猫だけが残っていく、飼ってた飼い猫だけが、それがまあ繁殖していくわけですよね。もちろんその猫はね、まあ、野生に帰って飼い主がいなくなっても野生に戻って生き続けます。野良猫となって、その野良猫が増えてですね、増えすぎてもう夜中にそのやっぱ盛りの時期ですか、まあミャンヤンヤンヤン、もう夜中にうるさいですね。もう春先秋口ですか、その辺になると非常にもう野良猫が本当にこの辺多くて、今でもニャー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 ってもううるさい。それでですね、その昔村のばあさんがですね、もううるさくて夜眠れないということで、その捕まえてですね、その井戸に放り込んでたみたいですね。頭に来て、野良猫、もううるさくて、ほら夜中にギャー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 、もううるさくて眠れないもんだから、その野良猫を見つけちゃ捕まえて、その井戸に放り込んで、まあ、ね、ちょっと殺生というんですか、まあ、そういったことをしてたみたいでですね、それでその猫のまあたたりというんですかね、そういったものがあると。でまああの引き込まれるよと、山に引き込まれると、まあ実際そこはこう沼地でですね、まあもう一回入ればその井戸がありますから、水が湧いてますから、沼地でですね、自分なんかも子供の頃そこには子供たちだけで行ったら絶対ダメだと、一人で行ったら絶対ダメだというのは聞いてました。なんでかというと、やっぱその沼地でですね、一回入ったら、もう上がってこれないと、沈んでいくだけで、やっぱりバカですからね、まあ友達と小さい頃行ったことがありました。で実際どうなるのか、まあ入ったんですよね、案の定はまりましたね。で膝まではまってもう上がれなくなったんですよ。俺その時はその友達と行ってますからね、もう助けてくれっつって、竹を持ってきてくれっつって、竹を渡して、あの辺山だから竹はいっぱいありますから、竹を掴んで引きずり上げてもらったというまあ記憶があるんですけども、そういうのぐらいやっぱりもう一回も人間というのはああいう沼地にですね、覚えておいてください、沼地に足まではまったら絶対上がれません。足まではまったらもうあとはもうはまっていくだけですね。もうズブ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  はまっていくだけ。もう手で上がることはできないんですよ。そんだけ沼地ですから、手をついて上がろうとしたって手がはまるから、今度は手が埋まってしまって、あとはやっぱり沼地というのはそのまま土圧水圧でズブ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 落ちていって、もう膝まで はまったら歩くこともできません。もうブーってあとはもう土圧と水圧で埋まっていく。やっぱり沼地というのはそのくらい怖いですね。でまあそういったところの横にあるやっぱり水が湧きますから、その横にも古い井戸、今はもうほとんど使われてない、まあ昔はですねそこが生活用水の汲み場だったんですけれども、今はもうもう危ないですから蓋をして、石が乗っけてあるのかな、こうなんか祀ってありますね、もう使わないようにと、危ないからということで、まあ最近はもう誰も行かないんですけれどもね、もうみんな各家庭水道ありますから井戸に汲みに行かなくても。そこがまあそのね、その野良猫を捨ててたんだという都市伝説じゃなくて村伝説ですかね、これはまあ実際はまあ あったんでしょうね、やっぱりね、そういった昔の長老の話を聞くとですね、でそこにはまあ 夜中になるというようなやっぱりその猫の鳴き声がね、その井戸の中からしてくるんだと。
その色の中から猫の「ああ」って、まあまあ助けてくれっつってんのか、その鳴き声を聞いたら取りつかれるぞと、沼に引き込まれるぞと、その横のね、まあ、そういったまあ村伝説、まあ実際、それはまあ子供たちがですね、遊びでまあ行かないように、危ないから、危ない場所だから、沼地だから行かないようにという、ことを注意をするために、やっぱりそういう話をね、昔の人がしてきた、じゃないかと思います。もう最近ではもうここ数年、もう数十年ですかね、そういった小さい、ね、子供たちもいなくなって、みんなそういうところに遊びに行ったりする人もいない。もちろんもう年代的にね、もう高齢者ばっかりですからね、皆さんも分かってる人ばっかりですから、危ないというのは。もう今もうジャングル状態ですね。もう沼地、昔はこう沼地だったけど、今はもう草木が生えてですね、ジャングル状態になってる。そこのその井戸が夜中になると、やっぱり夜な夜な、今でもその井戸の中から、猫の鳴き声が聞こえてくる、と言うんですよね。それがね、まあ本当かなって、まあ怖がらせるために言ってるんじゃないかなと思うんだけど、実際ね、まあ今からあの草木も眠る牛蜜時ですか、12時もありました、もうね、もう10分喋ったか、ちょっと行ってみようかなと思ってね、都市伝説じゃないけど、まあ、村伝説、本当にこの夜中に行くと、その井戸の中から猫のうめき声ですか、それがまあ聞こえてくると、その猫のうめき声を聞いたら引きずり込まれるぞと、危ないぞという村伝説ですね。まあ実際どうなのかなって。まあ野良猫はまあ言いますからね。まあ春先とか秋口にはまあ今でもね、夜中集まってわあ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 猫はやってますけど、まあ実際この今のこの真夏の時期ですか。その実際その、夜中にですね、夜な夜なその、近寄ったら、井戸の中から猫の鳴き声がしてくるというのは、まあ、村伝説なのか実際するのかね、まあ、ちょっと今から行ってみようかなと思ってね、まあ、ちょっと時間を見て待ってたんですけどね、バカだよね、アホだよね、なんでかって言ったらね、あの巨頭を探しに行く予定だったのよ。だけどいくら調べたって住所も分かんないし、場所もはっきりとしたところは分からないから、わざわざガソリンでぶちまいてね、あの何冊の方まで走って行って、見当たりませんでしたって帰ってくるのも大変です、だったらもうこの村に昔から伝わるそのね、都市伝説ならぬ村伝説ですか、まあ、それをちょっと特集というか動画に撮ってみて、ね、この時間に行ってみるのもまあね、そういった田舎の夜中の動画とかね、まあ、見ることないでしょうからね、まあ、実際どうなのか、ちょっと行ってみようかと思ってね、今からちょっと行ってみますね、行ってみます。本当にその井戸の中から猫が鳴くのかね、行ってみたいと思います。ちょっとまあここの街灯の横から入っていきますね。真っ暗で見えないからね、懐中電灯の明かりだけですね。ところどころ街灯はあるんですけどね、こうやってね、わあ、こっから先はもう街灯ないのよね、懐中電灯だけが頼り。ちょっとでかいの持ってくればよかったな、見えないねこれね、全然ね、真っ暗やわ、あー真っ暗やわこれ、ちょっと見えないな、見えない、もうこの辺はずっとこう、あの空き家なんですけどね、空き家ばっかりですね、この辺は。あー、ちょっと映像的には見えないな。一応足元だけは見えるんだけどね。足元だけはこう、なんとか見えますけどね。全く見えないな。ナイトショットは撮れないもんだからね、このカメラはもう古くて。本当に。うわー、ちょっとあんま気持ちよくねえな、これね、夜中やっぱね。ちょっと気持ち悪いな。これ色とか映んないよね、この明かりじゃね。どうかな。見えないよね。ちょっと今、色のとこまで来ましたね。肉眼では懐中電灯に見えるんですけど、カメラじゃね、ちょっと見えにくいですね。目の前あるんだけどな。よいしょ。これもう、苔がはびれついてますね。
ちょっとわかりづらいかな。こういう井戸なんですよ、昔の。どうしたら見えるかな。でかい体重の井戸持ってくればよかったな。ああ、わかんないか。ちょっと、井の上を照らしてるんですけどね。これ、井戸ですね、昔の。ちょっと、もうわかりますかね。これね、もう苔がはびりついてんだけど、ずーっとね、蓋です、これね。丸いのがわかりますかね。どの蓋に苔がはびこってね、もう何十年も開けてない状態。密閉、封印されてですね。どっかこの辺に、この奥の方にね、まつっちゃったんですよね。うわ、気持ち悪いな。鳥肌立ってきたわ。ああ、もう埋まってるな、この間の雨で。この辺にこう、猫仏の霊を祀っちゃったんですけどね。懐中電灯の明かりってこんなカメラに使えないのか。うわ、もう土砂崩れですごいですわ、この辺はね。水が湧いてます。水の音だけは聞こえますね。湧き水が。もうこの辺は沼地ですからね。危ないです。水がもうずーっと湧いてます。水は見えるかな？水は見えますね。反射して。はい、ということでね、ちょっとまあ明かりがもうちょっと大きい懐中電灯持ってくればよかったな。ということでですね、まあ村伝説は所詮村伝説ということでですね、もうすぐ夜中の1時になりますけれども、猫の声どころかね、水の湧き、水の音と、このカエルですかの鳴き声、たまにね。カエルって夜中も鳴くんやな、これね。俺の顔の方が映ってる。顔の方が怖いな、これね。まあしかりし、いくらアホでもね、やっぱこう夜中にね、こういったところ来るとね、あんま気持ちいいもんじゃないな。まあ霊感がないからね、全くこう、何も感じないのは感じないんですけど、あんまり、もう気持ち、もう見えないな、まあ。ということでね、まあ井戸の方は変わりなく、もう封印されたままということでしたね。いや、もうちょっと帰りますね。あんま気持ちよくないわ、これね。帰れ。うっ！やばいわ、帰ろう。取り憑かるぞ。はい、ということでですね、村に伝わる猫仏のお話をさせていただきました。やっぱりですね、こう、まあ、都市伝説はどうかわかんないけど、まあ、こういうのも都市伝説っていうんですかね、村の伝説ですね、昔から昔の人たちが言い伝えてきたことは、まあ、危ないことするなよというね、危ないことばっかりやってるけど、まあそういう、村伝説があるというお話でした。何時だ、もう1時半ですよ、これね何やってるのかね。ということで皆さん、またお会いしましょう。しげぞうでした。おやすみなさい。